てるじいさんの一人飯です。今日のメインディッシュは肉のステーキと、ね、いろんなものの卵とじでございます。それから海の幸のとろろ昆布でございます。それからわかめ色の味噌汁、それから小梅ちゃんでございます。じゃあこれでね、いただいてみたいと思います。いただきま。まず白ご飯からいただきます。このとろろ昆布をね、ご飯にかけたらうまそうですな。ちょっとかけてみましょうかね。かけてみます。これをこう伸ばしてね、入れてみますね。なかなかいいですよ。海の幸が口の中に広がってとてもいい香りです。おいしいです。では味噌汁もいただきます。いい味してますな。では、この肉をね、ちょっといただきます。この牛肉はなかなかいいですよ。この卵とじはやっぱりちょっと醤油かけたいと思います。かけるとまた皆さんうるさいからね、醤油のかけすぎじゃないかい言われますから、これぐらいにしときま。じゃあこれをいただいてみま。やっぱ醤油をかけると一味も二味も違いますな。
ではね、このコウメちゃんをね、いただいてみましょう。これはもうご飯の最後に食べるもんでしょうな。はい、そんなわけでね、今日の一人飯は肉と卵とじのなんか妙なやつでございました。それではまたお会いしましょうかね。面白いないでしょうから、バイバイ。